なぜ俳優アーティストは薬物をやるのか、なぜ芸人は薬物をやらないのか、徹底的に追求してみた。すごいね、センセーショナルなタイトル、ついに来ましたね。社会派 YouTube。 そうですね、ついに今までやっぱゴシップとかさ、ランキングとか言ってたじゃないですか、はい、ついここまで切り込んだタイトルってことはすごいよね、はい、やっぱり、はい、三谷幸喜さんの言葉があったじゃないですか、はい、あれよかったね。もうやってる人は最初に言ってくださいと、まあまあ、言葉は違いますけど、そういうことですよね。自分が危ないなとか思った方は最初に仕事断ってくださいと、あれってある、はい、あれってある意味皮肉でもあり、本当制作者の責任者も制作全責任負ってるわけじゃないですか、三谷幸喜さんは。まあ、本心だよね。本心で、本心、お前らバカにしてんのかっていう怒りでもあるじゃないですか。はいはいはい、でもそういういろいろ、いろいろありましたけど、まあ、昨今そういう問題がね、はい、色々ありましたね。でもまあ歴史を見ても、やっぱ俳優アーティストさんはちょっと薬物をやってしまったりすることはあるんですけども、はい、やっぱ芸人は自信を持って言えるのはやっぱ一番少ないというか、マジでいないんじゃないですか。ほぼいない、ほぼゼロ。この芸能界の謎をゼロだよね。追求し、はい、解明し、はい、提言していこうかなと。いやもうすごい、もうこれもう、はい、ついにこう俺らの YouTube もここまで来たっていう、もうすごいね。ついにもう我々もやることがなくなって、はい、もうここまで来てしまいました。はい、真剣喋り場みたいな、真剣10代喋り場みたいな、討論してくみたいなこと。討論と、あとまあ考察ですよね。考察ね。どういう方がやりそうで、やる傾向があって、どうしかやらないかみたいなことですか。そうですね。でも芸人でやる人っていないじゃない、全く。はいはいはい、はい、本当によく言われてるやつってさ、芸人ってやっぱり受けた時のドーパミンが出て、はい、でそれがやっぱりその薬物やってる時と同じような興奮、ね、まあ、その物質が出て、はいはいはい、それでもう受けた時にその嬉しいから、それだけで十分というか満足しちゃうというか。でアーティストとか俳優の方ってやっぱそれがないというか、はいはいはい、でいろいろまあなんかアーティストの方だったら曲作んなきゃいけないとか、うん、俳優の方もなんかいろいろ演技でまあやんなきゃいけないとか、いろいろあってなるけど、ね、なんで芸人ってないんだろうね。でもやっぱ僕が考察したところ、はい、金ちゃんのそれはあると思うんですよ、うん、受けた時の物質が多分、ね、薬物をやった時の、はい、あの脳の状態に似てると、はい、物質物が出てきて。でもここでおかしいのが、はい、全員が受けてるわけじゃないんです、芸人というのは。確かにおすべり三平もいるから、おすべり三平もいらっしゃる、はい、でそんなおすべり三平のある方、はい、宮城出身、宮城出身、仙台出身のおすべりさん、はい、で吉本の方ですね、はい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 、吉本の方の特徴を、はいはい、紐解いてみて、はい、僕ある結論に至りました、はい、へ、なんですか。薬物じゃなくて、はい、合法的なあることに、その方はその依存しています。ほう、はい、それ何ですか。はい、発表します。サウナ、サンキューサンキュー、はい、サンキューの人でしょ、はい、サンキューさん、はい、サウナ、サンキューさん、しかも、はい、通のお店の、温度じゃありません。死ぬほど高い、はい、死ぬほど高いです。はい、頻度半端ない、この頻度半端ない。これサンキューさんなんですけど、ま、ほぼ毎日俺サンキューさん、まあ言っちゃいますけど、はい、パンサーの尾形さん、はい、と行ってるサウナが、はいはい、一緒なんですけど、はい、毎回ですよ店員さんが、はい、俺たまにしか行かないんだけど、はい、あ、先ほども、はい、尾形さん、はい、来られましたっつって、はい、俺がたまに行って毎回いるってことはもう毎日いるんだ、あの人。毎日います、あの人は。しかも金ちゃんが行ってるとこ以外にも行ってるんだよ。そうだよ、俺が行ってるところ以外も行ってるから、はい、でそこはもう朝、はい、朝7時から行っております、はい、俺が行ってない方ね、はいはいはい、もう本当に朝7時から整う必要ありますかっていう。本当だよな、はい、大体さ仕事終わりにさ、はい、疲れたらじゃあもうあの疲れでもう出して、はい、まあ、寝たいなって感じで朝から行ってるこの人、はい、で尾形さんはもちろん大爆笑を取ってますけど、はい、常に焦り続けてるじゃないですか、うん、ね、お笑いやってて受けて気持ちいい脳になってるっていうよりもどうしようどうしよう、はい、でもそれでやっぱその焦りが受けてるけど本人受けてないと思ってる、ある意味だから滑りキャラなんですよ、はい、ある意味、うん、だから人よりドーパミン出てないんです、はい、受けてる芸人さんよりも、はい、でも薬物やってないってことはおそらくなんですがこの異常なぐらいのサウナ
予防になってるってこと。予防になってるんですよ。え、そう、薬物とサウ、はい、サウナでイコールなんだ。イコールって言ったらサウナに失礼なんですけど、この入り方だから普通の温度じゃないやつでしょ。そう、尾形式ね。で、ある人やっぱすごいのがさ、うん、はい、サウナまで毎回自転車で行ってんだよ。サウナまで「うっ」って「サンキュー」っつって自転車で行ってんだ、あの人。それはサンキュー、それは言い過ぎでしょ。レンタルルーっつって、それは言い過ぎでしょ。本当にサンキューは言ってないでしょ。だから自転車でサウナ、自転車でサウナはまあやっぱりそうよ、はい。これはもう本当にこれサウナの名誉のために、サウナって今めちゃくちゃブームで、普通に健康的に入る分にはもうそんな効果はないと思うんですが、もちろんもちろんね、本当にこの脳に薬物とか受けてる時と同じドーパミンをこの尾形式サウナというのは、だからまあ変わりうるというか、これも尾形さん限定だね。尾形さん限定の芸風でたまに滑って自転車で向かって、はいはい、普通の温度の店じゃないところで朝7時から行ったらその効果あるとね。しかも尾形さんですね、本当に温度が高いサウナに、本当身を焼くような感じで行ってるんですよ。尾形さんって一切ヒサロ行ってないのに日焼けしてる。確かに日焼けしてるんですよ。危ないね、危ないね。もうやってる可能性ある、大丈夫。もうカラッカラだから、ね、あれはサウナ焼けです、あれ。史上初の。あとさ、尾形さんめちゃくちゃサウナ好きじゃん、でいやもう毎日行ってんだ俺はっつって、でめちゃくちゃ好きなんだ俺はっつって、何セットいつも入るんですかって言ったら、2セットって言われて、少なくない？少なくない？2セットって。地獄のような暑さのとこ行ってるから。最低3でしょ、サウナ好きだったら。2は少ないって。で、本当、金ない金ないって言ってるのに、サウナで後輩とか連れてって2万ぐらい使ってるから。いや、そう、あの方はね、全部怒ってくれるからね。そうそう。しかもちょっと会った人にも、おごったりするから、すごいね、大盤振る舞いがすごいね、芸人さんだよね。本当にだから15年で通ってる毎日サウナで1000万以上使ってる可能性ある、まあ、サウナに落としてる可能性あるね、それってもう薬物より高い可能性がある。もしかしたら何グラムって話だよね。サウナ何グラムって話だよね。サウナ何グラムって末端サウナだから。しかも末端サウナ、そうだよね。これだってもう言ってるのはあれだよ、綺麗なサウナじゃないですよ。本当に尾形さんが行くサウナって本当減量中のボクサーかおじいしかいない。本当に。あとメンズサウナだから気温いい。そうね、みんなからスーパー銭湯とかじゃないもんね。スーパー銭湯じゃない、そんな綺麗なとこじゃないよね。そう、本当にもうサウナ、めちゃくちゃザサウナ、ザサウナ、めちゃくちゃ暑くて、で本当に湖のほとりにあって、今女の子に人気ですみたいな、フィンランド式 の、 サウナ入った後湖入りますみたいなサウナとかは行かないから。行かない、ね、絶対に行かない、行かない、汚ければ汚いほどが多いと。やっぱ、ね、なんでかって言ったらやっぱ人が少ないんだって、うん、そうそう、だそれがいいって言ってたね。本当これ別にね、公式なルールじゃないから、たまにあるんですけど、本当に汚いというか、本当昔ながらのサウナってルールがしっかりしてないから、水風呂潜っていいとこあるじゃないですか。潜っていいとこしか行かないらしいです。潜りたいから言ってたね、それ。そうそう、全部行けるとこしか俺行かないんだ。別にそれはルール違反じゃなくて、店員さんに聞いてやってんの。ちゃんとそのお店のルールにね、乗っとってね。そうそうそう、でもそんなお店ないからさ、現代的な店は、スーパー銭湯とか無理だもんな。そう、無理無理無理、もう潜っちゃうんだから。いや、まあだから一つの、提言で仮説ですけど、その薬に変わるもの、芸人はなぜやらないのかというと、サウナが知ってあるとね。尾形式サウナ、ね、尾形式、ね、尾式、もう人によるんだけどね。パンサーパンサーだ、全部入っちゃってるから、パンサウナ、パンサーもサウナもサンキューも全部入ってる、はいはい。で、僕は今回なぜ芸人が薬物をやらないのか、で俳優さんとアーティストが薬物をやるのかっていうので、芸人全体を語ると語りづらいと思うんで、でも一番その見た目的に薬物をやっててもおかしくない俳優さんとかアーティストの見た目に当てはまってる芸人を探したら、やっぱパンサーさんだったんですよ。なるほど。カンさんなんかもうやってそう、もうあの人自体が薬物だもんね、言ったら。そう、売ってそうじゃないですか。やってそうじゃない、売ってそうじゃない、プッシャーだからあれも、はい。でも今回じゃあ尾形さんはこれでサウナにとんでもない、普通の人ではありえないぐらいサウナに行ってるんで薬物をやらないと、はい、っていうね、そういう仮説だったんですよ、はい。じゃあ菅さんはなぜあんだけやってそうなのにやってないかと言われたら、ここ大事やっぱり、ここはもうこれしかありません。菅さん、新宿2丁目です、はい、
はい、これもう本当これ入りぴたり新宿2丁目でやってる可能性ないの、はい、ないです、はい、あの場所でやってるわけね。あの方ほど純粋に新宿2丁目を愛してる方はいらっしゃいません、一回ね、はい、連れてってもらったもんね、連れてってもらいました、鬼越トマホークとカンさんで、はい、もうめちゃくちゃそのなんつうの、うん、もうその常連さんなんでね、カンさんがで本当カンさんが指名してたその2丁目の方、うん、ほぼ金ちゃんだった確かにほぼ俺だったね。そうだからそうあの金ちゃんいて関西いて、はい、金ちゃんだから金関金だから金 KKK だから KKK でまず関さんがその時関さんが三つ編みしててスヌープドッグみたいな、はい、なんかねスヌープドッグみたいな見た目だったんですけど、はいはいはい、でそれまで普通にお酒飲んで楽しい感じなんですけど、はい、深夜3時ぐらいに、はい、カンさんが俺らのこと言うとき、はい、うん、鬼越をさ、キャーって言ってたから。明らかにもう、おねいかんだったから。おねいかんだったから、そう。鬼越をさ、つって。でもあれは、そういうことね。あれは、その薬物の代わりに新宿2丁目でストレス発散をしてると。結局、新宿2丁目に入り浸ることによって、はい、合法ですから、2丁目。まあ、合法でもちろん。楽しく飲んでて、うん、だけですから。はい、であれがやっぱカンさんを、はい、踏みとどまらせてるというか、はいはい、あとカンさんはよく考えてみてください、尾形さんの数十倍受けてますから、まあそうだね、普通に考えてドーパミンが出てるんですよ、その手数は少ないけど出したパンチ全部受けてるもんね、全部受けてますから、うん、パラパラおじさんとか確かに大喜利も面白いしネタもかけるし、でも普通にカンさんを吉本ね6000人ぐらい芸人がいると言われてますけど、はい、6000人の中でピーってね、うん、薬物レーダーが見たら、うん、やってそうな見た目ランキングでは菅さんが1位じゃないですか。いや1位だね、あれ超える人あんまいないもんね、いないじゃないですか。そうだね、はい、菅さん、そうだ、菅さんが一番危ないな、はい、見た目で言ったら。でもやってないってことはやっぱ新宿2丁目に入り浸りで、はい、飲み方が非常にクリーンなんですよ、クリーンだね、やっぱお姉の方へのリスペクト半端ないんで、確かにね、はい、でまあ、毎日いけるぐらいのこの、はい、あれそうね、で本当に菅さん以外鬼越トマホークだらけでしたから、菅さんが全部さ、はい、お酒作ってくれるじゃん。そうですね、ほぼ働いてたよね、働いてました菅さん、はい、俺今思い出して笑っちゃったけど、はい、ほぼお店の人だったよ菅さん。そのありえないセリフ聞いたことがある、菅君今度一日ママやらないっていうありえないセリフ聞いたことあるんで、はい、あれ常連すぎて一日常連すぎてもうあんまいないけどな、2丁目に愛されてるんですよ。しかも2丁目で別にそのディープなことするわけじゃなく普通に飲んで楽しんでる。そうだね、何もしないもんね、はい、クリーンだったよ。だから本当に冗談で鬼越えとか言うけど、はい、別に何もしてもいいんですよ、うん、独身ですし、まあね、関係ないけど、でも本当にあんなにクリーンの飲み方するんだっていう、ね、そうなんですよ。だからこのやっぱり、はい、薬物抑制として、はい、この異常なぐらいのサウナ、あと本当異常なぐらいの新宿2丁目、2丁目愛ね、入り浸り。でもこれは菅さんじゃないと効果ないでしょ基本的には。もうまあ菅さんだって飲み物全部作ってくれるからね。そうだよ、店の人なんだから菅さん、はい、あとお酒とかもやっぱ詳しいですから ねかっこいいんですよとにかく菅さんは。でやっぱ新宿3丁目2丁目にめちゃくちゃ詳しいからね。そう、3丁目から始めるからね。そう、3丁目で2丁目行ってってね。そうそうそう1丁目にはいないから、菅さんって。あと1丁目ってどこなんだろう、ね、そう、1丁目、新宿1丁目ってどこなんだろう、ね、見たことないんだよね、俺も、はい。気づいたことないし。なるほど。そうなんですよ。じゃあ、パンサーさんもここで、はい、2人出ちゃったけど、はいはいはい、ということってなっちゃうけど、はい、もう1人、もう1人いらっしゃるじゃないですか。いるよね。はい、この、たらはい、サトシです。サトシ、向井サトシさんね。サトシ、サトシね。ポケモンマスターみたいに言うな、はい、お前。向井サトシ。ポケモンマスターみたいに言うな。はい。実はこういうタイプの可愛い方が実はやってるって多くないですか。あと色白ね、色白で細くて、はい、これ危ないよ。しかもプライベート優しくていい人だけどプライベート何してるか分かんないって人が実はやってるっていうのが、ね、俳優さんとかアーティストさんで多いじゃないですか。で向井さんやってないんですよ、なんでかって考えたんです。ここ一番大事ですよ、はい、こっちだってもうねサウナ来て新宿2丁目来てるから、はいはい、ここ大事だからね、はい、ラジオです、ラジオ。ちょっと待って、これね、ラジオ、はい、ラジオ毎日のラジオね、ラジオ毎日のラジオ、はい、もしかしたら、はい、サトシさんはラジオをやってなかったら薬物に手を染める可能性があるってこと。正直ラジオが忙しすぎて、うん、やる暇がないじゃあもうこれもうラジオもしやってなかったらとんでもない危険な危険人物です。ラジオやってなかったら
もう最近もうラジオからのラジオ、すごいよな、もう本当の和田ラジオぐらい、もう向井ラジオぐらい、もうサトシじゃない今ラジオ、本当ラジオ、向井ラジオ、はい、向井ラジオ、その和田ラジオの書き方、はい、向井ラジオぐらいの書き方よ。ラジオ局からラジオ局飛び込みとか、前だってさ、はい、テレビで俺ら見た時さ、はい、その新幹線に降りてそのまま走ってさ、はい、3秒前ぐらいにさ、はい、ついて喋ってたよね。そうです、はって言いながら、で決して仲悪くないんですけど、パンサーさん、はいはいはい、意味大人なんで、はい、個々で活動してるんで、うん、はい、だから向井さんの今のスケジュール、全く薬物をやる隙を与えない、うん、単語だけで向井さん の, あのスケジュール説明すると、もうラジオ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 長田ラジオです、今1週間のスケジュール、はい、で最後にパンサー、ラジオ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 長田ラジオパンサー、これが長田さんとラジオ、あ、違う、長田さんとパンサーさん、はい、週1なのね。週1です、はい、あ、そうなの。 でも誘いがあった場合、そラジオラジオ長田ラジオ長田ラジオパンサーと言われます。長田がついにパンサーを超えたね、はい、超えました、すごいわ、はい。長田さんはもう向井さん、あ、逆になぜ長田さんが薬物をやらないか、これはもう向井さんがいるからです。なるほど、あ、そこも連携してんだ、この向井さんがいなかったら長田さんはだいぶ弱い人間だろ、長田さんって。はい、だいぶ弱い人、一人の向井さんという人間いなかったらもう、はいはい、やってる可能性あるんだ。向井さんと温泉、あー、そう、うん、しかも2人でさ、はい、YouTube 始めたじゃん。そうです、それがついにもう番組になったからね。そうなんですよ、あれ。でも向井さんはどっちかっていうともうスケジュール的にはもうパンパンなんで、パンパンで、ラジオがもしなくてスケジュールが空いてたらやってる可能性ある。はい、やってます、それ。もうやんちゃ、やんちゃですから。やっぱさ、そのりょうちゃんの中でさ、はい、そのやってる人の特徴ってさ、色白とさ、細いと、あとなんかない、ないの？やってる人の特徴ですか？やっぱその、その特徴、ハイテンションだね。あー、ハイテンションね。夜、夜、夜なのにハイテンション。ハイテンション。はい。あと俺も買って思ったんだけど、はい、今日の服、いい？はい。この柄のさ、はい、入ってるシャツ着てる人ってやってる可能性ない？なんか。あ、この柄。この柄。普通に俺、僕が買ったもんだと思うでしょ。そうだね。これはもう、知り合いのラーメン屋の T シャツ着てやってます。やってません、僕は。はい。買ってないんで。こんな柄の T シャツ？はい。ラーメン屋の？長野のラーメンを、塚田健二さんが。塚健さんの？塚健さんの T シャツを着てるんで。はい。いや、この間さ、俺ら二人もらったじゃん。はいはい。こんな柄入ってたんだ。こんな柄入ってた。ラーメン屋。はい。もうラーメン感全くないよね。ボンドオブハーツ。俺まだ開けてないんだけど、はい、これ後ろは？はい。ボンドオブハーツ。ボンドオブハーツ。前。はい。前、はい、ラーメン屋の柄じゃないだろ、これ。はい。皆さん、長野で、長野のラーメンを塚田健二さんですが、はい、一応最近セブンイレブンで気難し屋のカップラーメン買いますから。もちろん塚田さんは、はい、薬は、やってないです。やってないね、なんで塚田さんなんでですか。やっぱその、豚骨はやっちゃってます。でも本当に20時間以上これ豚骨は20時間以上やっちゃってる、うん、なんだよこの動画。だからそれは良くないよね。おもろいな。だから一個のめり込むものがあると、あ、そういうことなんだね。そうなんですよ。だからみんなさ、はい、一つのこと打ち込んでるじゃない。そうなんです、ね、そうなんです。やっぱり出来心、うん、まあ、時間が空いたりとかして、はいはいはい、で何もなんかやることないなって、はい、その心の隙に入ってくるってことね。そうです。で、本当にこれだけは言いたいのは、うん、俳優さん、アーティストさんでも本当に自分で打ち込んだり、うん、自分がやりたいことやってる人ってあんまりやってないです。例えば劇団も並行してやってて自分で主催してるとか、ね、自分で映画撮ってとか、はい、うん、その本当にストレスがたまりますから、うん、この芸能界っていうのはやっぱ女の人か薬物とかいろんなものに行っちゃうんですけども、はい、やっぱり薬物ぐらい他のことに中毒的な、ね、合法のもので中毒になってる方はやってませんね。だ、結果論で言うと、うん、芸人は、はい、その薬物より一つのことに集中できる何かあるってことですね、うん、そうです。あと受けてる時のドーパミンが、はい、やっぱアーティストさんがどんだけライブで10万人集めようが、俳優さんがとんでもない、ドラマで名演技してとんでもない評価を受けようが、あの芸人がもう50人とか100人ぐらいのお客さん、ね、少ないとこでも受けた時のあの快感っていうのは味わえないんですよ。気持ちいいもんね、受けた時って本当に、はい、そうなんです。やっぱり俳優さんってドラマとか出てもさ、その場で受けるとかはないじゃない、はいはい、評価されるのも後々徐々にとかじゃない。そうなんです。多分俺らの時って瞬間的にバーンって受けるから、その時脳汁むちゃくちゃ、はい、そうなんです。やっぱあれって確かにもう他のなんだろうな、俺の中で近い、一番近いパチンコで当たった時とか、釣りしてて、はいはい、かかった瞬間とか、うん、ちょっとそれに似てるんだよね。そうなんです。りょうちゃんの中ではそれ何あんの。
何やってる時に似てる一番受けた時趣味趣味で、うん、ああ格闘技は一個あるから、ね、やっぱそうだよね中毒的に見てるからね俺はもうずっと見てる格闘技中毒だもんねうん格闘技の大会の日俺仕事断ろうとしてるしねいや実際こっそり断ってるしね断ってないよそれ言うとお前語弊があるんだギリギリねいやギリギリのとこほぼ入れ寸ぐらいで断ってるもん、ね、そんなことないそんなことない寸前で、はい、じゃあ結果的にはあれですねりょうちゃん、はい、今日は、はいパンサーさんの趣味を紹介したってこといいんですよそんなはいあのあんだけ大層なタイトルで、はい、ついに鬼越トマホーク社会派デビューみたいな感じで言ったけど、はい、結局中身はパンサーさんの趣味を発表してそうなんです、はい、でも一番やってそうに見られちゃいませんパンサーさんの見た目って三者三様で、はい、各々ねだってハイテンション夜中でもハイテンションの人、はい、でロン毛で怪しい人見た目ねロン毛が一番危ないですからね危ないね、はい、でロン毛ヒゲだからねはいロン毛ヒゲですロン毛ヒゲで本当にミステリアスな色白が一番、うん危険で、はい、いい人そうな人が一番危険じゃないですかっていう実際だって今までいろんな報道あったじゃないですか薬物報道えこの人がって思う人みんなそうだよみんなそうでしょ毎回出てくる時にいやいやそんな感じってプライベートこんな感じなんだって毎回思うよそうなのよまたショックだよなあの、うん、やってるっていうショック受けるんですけど、うん、でも結局やってないんです芸人やってないし、うん、あと本当ここは真面目な話になっちゃいますけどやっぱアーティストさんがなぜやるかっつったらやっぱその、うん芸人が受けてる時のその脳内物質が出ないプラスやっぱね芸能界の中だと一番金持っててめっちゃ忙しいんだけど暇な時間もめっちゃあるんですよそうだね、はい、ツアーと新曲出しちゃったら、ね、じゃあ 2,3 ヶ月休みあるもんね休みあったりあとちょっとバンドが活動休止したらやることないんですよでも永遠と金入ってくるんですよ永遠と印税入ってくるもんね永遠と印税入ってくるんですそしたらそういう時って女遊びしまくるんですけど女遊びっていつか飽きるんですよ できないし、ね、で女遊び飽きた時に、うん、女遊び以上の遊びって何があんのって話なんですよで俳優さんはやっぱ自己陶酔しないとできない職業なんですよあんな長時間同じあの場面を撮るってまともな人間はできないですからこれある意味褒め言葉ですよ、まあね、まともな人間はできないみんな才能がありすぎて逆にっていうパターンでねそうそうこうならないとできないからでこうなってる方っていうのはそのスイッチが途切れた時にハメを外しがち、はい、芸人ってのは本番でハメ外してるから、はい、なるほど普段はおとなしいんですあでもこの理論は合ってるかもしれないそうでもやっぱその俳優さんっていうのはその自己陶酔型ある意味いい意味で究極のナルシストなんで、うん本番中こうなる。なる分なんか。みんなが思ってる自分を演じなきゃいけない。その分芸人より大酒飲みが多いし、うん、女の人にもはっちゃけるし、その抑制されてるんですね、ある意味。うん、はい。だからそこで台本外しちゃってっていうプレッシャーから、はいはい、やる方が多いです、多分。いやーちょっとこれ鬼越トマホーク初の社会派 YouTube、はい。そうなんです。とんでもないことになりましたね。結末としては。もしこの再生数がもし伸びたら、はいちょっと社会派で攻めていきましょう。はい、ということで、まさかの結末になりましたけども。はい、というわけで、はい、鬼越トマホーク今回の動画で言いたいこと、はい、パンサーさんはやってません。はい、はい、そういうことね。それでもパンサーはやってない。それでもパンサーはやってない。はい、はいはい、というわけで、聞いてください。俳優アーティストはなぜ薬物をやって、はい、芸人はなぜ薬物をやらないか。以上、サンキュー出た。このチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録はしたからだ。みんな俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。